蓄熱式脱毛器は肌への負担が比較的少ない機械ですので、敏感肌の方は蓄熱式脱毛器を検討してもいいと思います。初めての脱毛はフレイヤクリニック。こんにちは、フレイヤクリニック総認証の磯野博隆です。今回は実際にクリニックでカウンセラーとして勤務している菊池さんに来ていただきました。はじめまして、フレイヤクリニックカウンセラーの菊池です。よろしくお願いいたします。今回のテーマはこちら、フレイヤクリニック公式インスタグラムで質問を募集しまして、そちらでいただいた質問と普段カウンセリングの時に患者様からよくいただく質問をこのコーナーでお答えさせていただきます。思ったよりたくさんの質問をいただいたので頑張って答えていきます。1つ目の質問はこちらです。自己処理は何でするのがおすすめですか？カミソリはダメって聞いたことがあるのでということですが、いかがでしょうか？自己処理の際は電動シェーバーを使用するのをおすすめしています。カミソリは肌の角質を削ってしまい、肌のバリア機能を低下させる可能性があるのと、毛抜きやワックス脱毛は毛穴にかなり負担がかかってしまいますので、なるべく使用を控えましょう。フレイヤクリニックでは点毛を行うときはこのような電動シェーバーを使用しています。インターネットで2000円から3000円で買えるので、ぜひこちらを使用してみてください。次の質問が、中学生で脱毛ができないので脇を自分で剃っているのですが、剃りすぎると黒ずみになりますか？とのことです。カミソリや毛抜きなどによる自己処理は肌に強い刺激を与えてしまうため、色素沈着の原因になることがあります。剃りすぎてしまい乾燥や炎症などの肌トラブルが生じてしまうと、肌のターンオーバー、代謝ですね、が正常に働かなくなり、メラニン色素が残ってしまい黒ずみにつながることもあります。ですので脇に関しても医療脱毛を行うことによって自己処理の頻度が減り、将来的に考えると肌のトラブルの予防につながります。脱毛を行い自己処理の回数が減ることによって黒ずみの予防にもつながりますので、そういった面でも早いうちから脱毛を始めることもいいですね。次の質問がですね、生理がまだ来てないのですがそろそろ来そうで心配なので、タンポンつけても大丈夫ですか？との質問なのですが、こちらは私から回答しますね。クリニックによっては対応が変わってくるかと思うのですが、フレイヤクリニックでは生理中の場合でも施術を受けていただくことができます。 V ラインお尻の脱毛に受けていただく場合にはタンポンをご使用いただいております。もし生理がそろそろ来そうで心配な場合はタンポンを使用いただいても問題ございません。しかしタンポンが慣れていないと膣への刺激でまれにめまいなどを起こすリスクがあるため、施術当日に初めてタンポンを使用する方はお取りさせていただいております。フレイヤクリニックを含め大体のクリニックでは事前の連絡で予約日の変更が可能かと思いますので、そちらも一つの手かと思います。次の質問に行きます。アトピー肌でも脱毛はできますか？とのことですが、先生いかがでしょうか？アトピー性皮膚炎の方でも基本的に医療脱毛の照射は可能です。医療脱毛のクリニックには医師が常駐していますので、医師の診断のもとレーザー照射の可否を判断しています。ただし肌に炎症が生じている部位は照射を避けますので、レーザー照射前は皮膚科などで治療を受け、できるだけ症状が治まった状態でご覧ください。また脱毛施術後にアトピー性皮膚炎の症状が悪化することもありますので、保湿などのスキンケアは入念に行うようにしましょう。蓄熱式脱毛器は肌への負担が比較的少ない機械ですので、敏感肌の方は蓄熱式脱毛器を検討してもいいと思います。医療脱毛はやはり医師が常駐しているというのが非常に安心材料になるかと思いますね。次の質問は自己処理についてのご質問です。来週初めて脱毛を受けるのですが、手の届かない背中などの自己処理はどうすればいいですか？というご質問いただきました。自己処理がされていない部分の低毛料金が別途かかってしまう可能性がクリニックによってはありますけれども、フレイヤクリニックでは背中やアイオーゾーン、うなじなどの手が届かない箇所はスタッフが低毛いたしますので、無理のない範囲での自己処理をお願いします。本日は視聴者の方々からいただいた質問にお答えさせていただきました。今後も脱毛に関する情報を発信させていただきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバイ。皆様ご視聴いただきありがとうございます。